とんでもネズミ大活躍とは、ポール・ギャリコが1968年に発表した児童文学。本作に登場するとんでもネズミは、モナコ公国の公妃であったグレース・ケリーが初めて作った陶製のネズミの置物に由来する。グレース公妃からポール・ギャリコに執筆の依頼があったことなどが、献辞に記されている。日本においては、矢川澄子の訳で、1970年に岩波書店から日本語版が発売された。また、1979年には日清ファミリースペシャル内で同じタイトルのスペシャルアニメが放送された。イギリスの小さな村、谷底ドンに住むマイヤー爺さんはネズミの陶人形専門の陶芸職人。ある夜、パーティーで酔っ払って帰宅したマイヤー爺さんは酔っ払った勢いで最高傑作のネズミの陶人形を作り上げた。それは、オポッサムのように小太りの身体、カンガルーのような後ろ足、猿のような前足、ウサギのような耳、全身は青色で、尻尾がないネズミの陶人形だった。酔いが覚めた、マイヤー爺さんはとんでもないネズミを作ってしまったと、落ち込むが、造形はともかく出来栄えは良いので、とんでもネズミと名付けてしまっておくことにした。夜になってマイヤー爺さんが寝入り、深夜に13回目の時計が鳴ると、人形に生命が宿って動き出した。ネズミ人形は、自らを、とんでもネズミと名乗り、マイヤー爺さんの家を出て、冒険に出かける。とんでもネズミが最初に出会ったのは、お化けのドロロン。ドロロンは、変身能力を持っていて、その人が怖いものに変身して、怖がらせるのだが、とんでもネズミには怖いものがなかった。ドロロンは、とんでもネズミに、とんでも猫に気をつけて、とアドバイスをする。旅を続けるとんでもネズミは、鷹のキャプテンホーク、人間の少女、ウェンディ、サーカスの虎のブーラカーンたちとも仲良しになる。旅を続けるうち、とんでもネズミは、勇気とは何かを学んでいく。その一方でとんでもネズミは、とんでも猫に食べられる運命にあるということも周囲から言われ続ける。1979年6月30日19時30分20時54分エンディングテーマ、僕は生まれた。ありがとうございます。